はい、続いてはフリートークのコーナーでございます。森光愛香プロ、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、2度目のラジオ出演ということなんですけども、はい、ヘッドホンつけるのって難しいですよね。難しいですね。ちょっとくるくるしちゃってくるくるしちゃって、今ちょうどこの10秒前ぐらいからどうやってつけるのっていうのをねディレクターさんとかに聞いて、やっとつけれました。ギリギリ2秒前ぐらいでそういうところが可愛らしいですよね。もうなんです、すいません。もうオラフみたいですね。本当ですね。そうですね、キュート抱きしめて、あーかわいいアナと雪の情報、あの女王はねオープニングの話したので、はい、ゴルフでもいいですか。はい、ゴルフでいきましょう。ゴルフでいきましょう、はい、最近もう本当にゴルフシーズンになってきて、まあね、ゴルフシーズン、まあ、ちょっと寒くなってきたんですけど、はい、ちょうどいいですよね。今ぐらいがちょうどいいですね。今ぐらいが確か暑くなく寒くなさすぎず で、ね、よく日光紅葉ゴルフリゾートさんで、あの私も彩香プロも練習ラウンドとか練習をさせていただいてるんですけども、はいね、はい、今本当にちょうど紅葉が見頃で、いやもう本当一昨日行った時はびっくりしましたね。綺麗ですよね。あの私思ったんですけど、紅葉って一番最後赤くなるじゃないですか、はいはい、で赤くなったら赤の上があるんだなと思ったんですよ。いや本当ですね、思いません？もうなんか作り物なのかなって。そうなんですよ。もうなんか赤を通り越してもワインレッドが輝いているような、本当になんか幻想的な色ですよね。もうグラデーションみたいになってるのも綺麗なんですよね。そう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 、また赤とオレンジとか黄色とかね、またグラデーションになってるのがまた美しくて、でまたそこに池とかがあるとその色が反射して綺麗なのと、あのまたそこにあのダック英語で言っちゃったダックダックアヒル、カモですか、カモですね、カモがね泳いでたりして、癒されるんですよね。私一番好きなのが、はい、あの落ち葉がバーって落ちるじゃないですか、はいはい、その時にカートが通るとこう吹き上がってすごい綺麗なんですよね。なるほど、確かにそれを見るのがいつも楽しみで。そう、なんかあの落ち葉もまたこの時期のいいところですよね。綺麗なんですよね。ただ一つだけ弱点があるとしたら、はい、落ち葉に埋まってボールが見つからないっていう、確かにそういうこともあるんですけど ね、まあまあでもこの季節ならではなので、それは頑張って探しましょうちょっと見えやすい黄色色とかに。そうですね、いや黄色はね結構 見えにくいです。やっぱ白が一番無難に見えやすいなって、ここ何年かちょっといろいろと色変えてみて思ったんですけど、赤は結構難しいですね。赤はちょっと、あと薄ピンクとかも見えにくいんですよね。アイスクリンクとかも難しいですよね。まあ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 、ね、多分これ今彩香プロが出演されているということで、はい、皆さん早く彩香プロのなんかあのレッスンとか言ってくれよって思ってると思うので、はい、今私、はい、あの3日前まで不調だったってさっき言ったじゃないですか、はいはい、それがドライバーをちょっと新しくしたんですけど、はい、長さがちょっと変わって 1.5 インチ長くなったのと、はい、シャフトが S から、SR にしたんですよ。なので柔らかくなって、多分タイミングがつかめなかったからか、はい、スライスばっかり出てしまう。あ、右に出てたんです、ね、そうなんです。なので、まあ、グリップを短く持って、はいはい、まあ、いつも通り振るようにしてたら、まあ10分の5ぐらいってことは2分の1ぐらいの確率では、はい、まあ、まっすぐ行くようにはなったんですけど、それでも右に行っちゃうんですよね。スライスする場合ってなんか簡単に治る方法とかってありますか？そうですね、やっぱり長さって、あのクラブの長さを変えるっていうよりは、はい、体の回すテンポを意識した方がいいのと、なるほど、あとはそうですね、軽いシャフトになってくるとやっぱりどうしてもこう早くクラブが降りてきてしまったりというのもあるので、そうですね、あの上げテイクバックに入るときにゆっくり上げるっていうのを意識した方がいいかもしれないです。こうダウンスイングで早くなってきてしまうので、テイクバックが早いとその分もっと早く、そっか、なるほど、はい、でそれで体が開いちゃってクラブが追いつかずに、はい、もうあの最後なんていうの、体が前に行ってクラブが最後来るから、そうですそうです、あのボールが右に行っちゃうっていうことになっちゃうんですね。じゃあテイクバックの時にゆっくりっていうのは大事なんですね。ゆっくりした方がいいですね。なるほど、はい、でもですね、解決しましておっ
今日昨日ですね、はい、1.5 インチもうカットしてきましたなんで質問したのって感じなんです。めっちゃ早いですよね。そうなんですよ。やっぱあの元の長さがその 1.5 インチ短くしたものだったんですよ、はい、あ、元々切ってたんですか。元々キャロウェイのエピックフラッシュを使っていて、はいはい、44.5 インチにしてたんですけど、はいはい、まあ、それよりも長いものを今使ってたので、はい、まあ、それに合わせた多分長さでカットしてもらって、はい、まだ振ってはないんですけど、はい、なので合うのかなと思うんですけど、まだ怖いのでちょっと今言ってもらった、はい、今度ちょっと振ってみるときはテイクバックをちょっとゆっくりにしてやってみようかなと思います。はい、もうやっぱり自分でこうテンポをつかめるようになった方がいいので、ただ振るだけじゃなくてですね。そうですよね。でもですね、あやかプロみたいにテンポだけを変えてうまくできればいいんですよ。でも私はまだ基礎がなってないのでまずは基礎からやっていかないといけないって思ってるんですけど、でもやっぱりアドレスが一番大事ですね。本当にあの本当に YouTube のコメントで全部こうアドレスについてこう綺麗ですねっていうコメントが多く入ってますもんね。嬉しいんですよ。今そう YouTube とかあのインスタグラムでスイングがすごく変わりましたねとか、はい、アドレスとかフィニッシュも綺麗になりましたねっていうコメントをたくさんいただいてて、はい、嬉しいですよね。彩香プロと、まあ、ニココヨゴルフリゾートの平野プロという方にも今教わっていて、はい、もうそのお二人のおかげでございます。ありがとうございます。いえいえ。ただ昔の癖って本当に治らなくて、はい、私の場合多分一番大きな癖があのダウンスイングに行くときに右膝が曲がってしまうんですよね、はい、前に出ちゃう。そうなんです。それが原因でちょっと打ち上げちゃって、はい、なんかヒールボールになっちゃうっていうのがもうずっと悩みだったんですけど、はい、最近そうアドレスとかいろいろと教えていただいてから、はい、だんだん真ん中に当たるようになってきて、当たった時のあの芯の音ってあんなに気持ちいいんですね。いや全然違うと思います。全然違います。本当軽い音というか、はいはい、なんかティーを叩く音とかじゃなくて、やっぱりボールだけをスパッと。そう、今ティーの話出たんですけど、はい、彩香プロに教わる前ですかね、はい、ティーがなんとなんか打ったら10メートルぐらい前までずっと飛んじゃってたんですよ。ってことは多分下からこう打ちに行っちゃってたんですよね。そうだからもう18ホールあるじゃないですか、はい、1ラウンドだから18回前に行って後ろにまた戻ってくるっていうなんかまあいい運動をねしてたんですけど、はい、まあそれも今なくなってティーがちゃんと残ってるんですよ。それは上達してる証拠ですね。やっぱりそうですか。やっぱり上手い人ほど、はい、あのボールだけを打っていくとティーって後ろの回転になるので後ろに飛んでいくんですよ。そうなんだ。結構私はあのティーが残ったままになることが多いんですけど、はい、やっぱりヘッドスピードが上がってくるほど、はい、後ろにティーが、あ、じゃあ後ろにあった方がうまく打ててるっていうことなんですね。そうです。知らなかったです。初耳です。ドライバーの参考になるので、この目安になるので、なるほど、はい、そのじゃあドライバーじゃなくて例えばじゃあショートホールでウッドとかアイアンとか打った場合でもティーが後ろに行っていた方がうまくいったっていう、まあ、ティーが残ってるのが一番いいですか。綺麗に打ってる証拠なんですけど。あ、そうなんですね。1番はティーが残ってる、はい、2番は後ろ、はい、3番は前に行っちゃってるっていう。あ、このティーの刺す深さによってもティーがこう後ろに飛んでいくか、こう飛び出しちゃうかっていうのはあるんですか。なるほど、はい、そうです。じゃあちょっと今度ティーの高さとかもまた見てもらおうかな。わ、ね、からないんです、はい、大体ドライバーはそのフェースの半分ぐらいの高さに合わせるって勝手に思っていて、はいはい、ただなんかその半分が合っているのかどうかとか、あ、なるほど、アイアンとかだともうわからない。アイアンとかだともうティーを、はい、どこまで刺していいのか、ちょっとだけ出してた方がいいのか、それともほぼ埋めちゃった方がいいのかとかも分からずで、あ、結構アイアンは自分のその振り幅だったりとかで変わってくるので。あ、そうなんですね。その辺もまた、なるほど、教えてください。はい、一つね嬉しい報告があるんですよ。この間あの平野プロとあのラウンドレッスン体験でやらせていただいたんですけど、はいはい、最初のホールでですね、はい、まあ、ドライバーうまくいって、はい、2打目、スプーンで打ったんですよ、はい、確か。そしたら芝がまあ削れまして、はい、で
うわーまたダフったなと思ったんですよ、はい、そしたらヒロのプロから、わー新井さん半分ダフって半分ターフ取れてますよハーフ&ハーフでちゃんと取ってるんですね。まあ、本当はターフだけ取れればいいのがベストなんですけど、はいはい、でも初めてターフが取れたんですよ。もうそれはもう本当お二人のおかげでめちゃくちゃ嬉しくて何回も動画見返してます。でも本当にミホチャンネルに今アップしている動画は基礎から教えていただいているの で、ね、ぜひこれからゴルフ始める方もそうですし、はい、またちょっと見直そうっていう方もぜひアイカプロとか、ね、はい、の動画を見ていただけたらと思います、はい、ということであっという間に終了の時間でございます。ありがとうございます。またぜひ出演お願いします、はいはい、よろしくお願いします、はい、ということで森光愛花プロと、いろいろとゴルフトークさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。